はい、どうも皆さんこんばんは、サイケイマンです。今日もまたルイージマンションやっていきたいと思います。多分3本撮りのラストになってるかなと思います。これからまた新しい回に向かっていきましょう。10回かな。いよいよね、2桁に来ましたね。なんかね、ここまで難易度がめちゃくちゃ上がってきてるから、次もちょっと不安だけどね。まあどんなルームなのかっていうのとか、いろいろちょっと楽しみではありますね。行きましょう。デザートフロア、砂漠かな。デザートってことは砂漠だよね。まさか食事なんかご飯食べた後に出てくる、そっちじゃないよね。そっちじゃないよね。砂漠っていう方のあれだよね、デザートって多分。でも室内に砂漠があるってのも考えにくいから、やっぱり、いやいや、お前にびっくりしたわルイージ。なんかちょいちょいエコーかかってる時があるんだけど。おっと、なんだ、あー、なんかファラオ的なあれだね。デザートエリアじゃなくて、やっぱりこれ砂漠エリアだわ。デザートエリアって言ってたけど、デザートっていうのは食後の後に食べるもんじゃないですね。だから本当に砂漠エリアです。だからなんかファラオ的な、古代ファラオみたいな、なんかそんな感じじゃない。お、俺だ。ええ、ああ、マジかよ、マジかマジか。やって、今のやってくれたな。だからこういう罠が待ってますよってことでしょ、要するに。ってことはこの奥はお宝があるんじゃないの。いやー、なんか嫌な予感しかしないわ、このマップ。この回絶対やばい罠でしょこれ。インディ・ジョーンズ的なあれでしょ、まあ、とりあえず先進んでいくか。こっちですね。うわ、砂が部屋の中に。こんなもん作んなよな、これ。一階層ですからね。もうホテルでも何でもないよね、もうこんなんなってくると。なんだここ、違うか。あ、右と左なんか仏像が微妙に違いますね。ファイト。はい、来ました。なんかこの蛇のマークとかさ、なんか俺すごい嫌な予感してます。うわー、なんかハムナプトラ的なことじゃないんすかねこれ。どんな罠が待っているかわかりませんよこれ。まあ、とりあえずこっちから行こう。慎重に行きます。どんな罠が俺を襲い来るか全くわからないので、もう慎重に行きましょう。まあ、とりあえずお宝は大量に手に入りそうなエリアではありますね。ここもお宝か。なんかインディ・ジョーンズみたいに、なんかその物を取ったら同じ重さの物を置かないとダメみたいな、なんかそんなんとかもあるんかな。なんだ、クレオパトラ的なあれかな。お、生き返った。こいつがボスか、この回の。出やがったな、いきなり決着をつけてやるぞ。もうなんか嫌だぞ、なんかもう蛇に襲われるとかさ、なんかそんなんでしょこれ。うわー、あいと、地下深くに沈められました。おっさん、こんなやばい時にかけてきたな。ルジ君、聞こかね。急に通信状態が悪くなったが、どうしたんじゃ。何、砂ぼこ、砂底近くに落とされたじゃと。そいつはピラミッドの仕掛けじゃな。ルイジ君、何とかして脱出ルートを探すんじゃ。くれぐれも仕掛けには気をつけて進むんじゃよ。もうハマった後なんだよなさあ、なんとか脱出口を探っていきましょう。あのね、こういう古代ファラオ的なあれって、こういうなんか砂のところに埋められたりとかっていうの結構多いですよね。
ハムナプトラっていう映画知ってますかね。それのワンツーとかね、なんかまさにこんな感じですよね。俺結構ハムナプトラのワンツーは結構好きなんですよ。3以降なんかあんまり微妙になっちゃったけど、このね、なんか欲に駆られて、あのなんかやられちゃうみたいな、そのよなんかお宝のなんか欲、あっぶね、欲でなんかやられるみたいな。あー、わかった、砂貯めろってことね。砂貯めていけるようにしろってじゃないですか。こうでしょ、 OK です。なんかそうならないようにしたいですね、俺も。まあできるだけお宝を回収して、おっと、行くしょ、グイジ行かせよ、グイジ君に行かせて、そうですね、できるだけお宝をね回収して脱出しましょう。これが多分ダメなんだよね、こういう考えが。てかお宝とかも全部捨てていくぐらいの勢いでいかないと、何かそういうギミック多分用意してくると思うんすよ。こっちか。なんかまだ地上っぽいところに出てきたね。どうやら上の方に扉があるようじゃな。そっか、地上へ戻れるんじゃないかの。でも えらく崩れちゃってますよね。ルイジ君、あの扉へたどり着く方法をどうにか探ってみるんじゃと。あの扉へ行く方法か。まあこの砂を登っていくみたいな、辿っていくみたいな、砂溜めて登っていくみたいなことかな。でも地中に落ちちゃってるから、まあ、とりあえずお宝を適度に回収して、こっち行くか。あ、誰だ、うわー、こわこわ、ライト効いてない、爆発か、衝撃波だ、衝撃波で吸収か。よし、 OK。 まあ所詮中に入ってるのは幽霊ですからね、どんなミイラが出てこようが。これです、いきましょう、順番に潰していきます。ここもなんかありそうだな。なんか模様が変わりましたね、まあ、とりあえずお宝を、こんなもんいいな、お宝をとりあえず回収して、なんかねここの模様が変わったんですけど、ほう、いた、どういうこと、あ、上の模様と下の模様を合わせないとダメってことか。あ、じゃあここの重さが足りないってことか。じゃあ重りを若干追加しますか。これ置いて、これだと重すぎるんですね。なるほどね、だから中間ぐらいの重さを置けってことだ。とりあえずこれ重すぎるからどけて、これじゃないですか。じゃあこれをとりあえず置いて、これでいいんじゃない。 OK です、いけました。いけてないんかい。もう勘弁してくれ。やばいやばい、模様だ模様だ、模様合わせないとダメだ。今だと重すぎるから1個どけよう。いや、ちょっと、もうちょっと軽すぎる、軽すぎる。一つだけどけよ、これ。多分、待って、行く。早く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 。こうじゃないですか。よし。OK です。いけた。怖い怖い怖い。インディ・ジョーンズでこんなんあったんすよね。ん？あ、まだあんの？待って、重りだ。重りをマックスですね。こっちの方に、ないか、重り。ないか、重り。あった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 、これだ。こう言って、まだある。
これも追加するか。これも運ぼう。早く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 、もう早く早く早く、来い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 。いや、これも一応乗せよう。もう全部乗せよう。よしよしよし、行ったでしょ。もう全部乗せましたからね、おもり。行きすぎー行きすぎー。ちょっと待て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 、やばいやばいやばい。一個軽いのどけよ。一個軽いのどけよ。これどけます。オッケー、これでいいでしょ。すぐすぐ、もうどいて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 。オッケー。どう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 、もう重すぎる、重すぎる。まだぐっ、わかったわかった、一個重いんだ、一個重いんだ、一個重いから壺一個避ける。よし、いた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 、多分いた、いたでしょ。オッケー、出ました。危ない。ルイージもしゃがめや。ぶな。はい、突破しました。しゃがめよ、ルイージも。怖い、今のエリア。もうこんなんが起こるんでしょう。なんかこの実際に自分が体験したらとか考えちゃいますよね。今ルイージだったから乗り切ったけど、もし自分がこんなんやらされたと考えたら、もう怖くてしょうがないよね。このこれ一番怖いかもしんない。なんか全 なんか全てのホラー要素の中で一番俺怖い要素かもしんない。このファラオのなんかこういう文明的なやつっていろんなホラーあるじゃないですか。なんかこのエジプトのなんかホラーみたいなのが俺一番怖いかもしんないわ。 OK です、行きましょう。まあおそらくなんですけど、さっき1個レバーいじったじゃないですか。でここ若干ヘビのなんか出てきたじゃないですか。それを全部貯めて砂を貯めていけってことだと思います、多分。だから上と右だねを順番に回っていってってことだと思いますよ。さあここは、ここもなんか変なエリアっぽいな。ああこれこうでしょ。なんかゼルダの伝説っぽいね。なんかゼルダの伝説のダンジョンのっぽくない？これスカイウォードソードとかなんかトライライトプリンセスとかでもなんかこんなあったよね。何毒ガスってことか、毒ガスってことか。くっそ、だからあの毒ガス止めないとダメだ。お宝はそんなにいら、あったあったあった、これだ。これをだから形合うところに入れていけってことですね。探せ探せ探せ、急げ急げ急げ、死んでしまう。この辺な、あ、ないか。違う違う違う、こんなもんいらない、もういらない、破壊していく。この辺ないか、死んでしまう。本当にまずいぞまずいぞ。あった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 、一番奥だね、ここだ。よし、いい命中率だぞルイージ。この辺ないか、とりあえず回復して。まずい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 、死ぬ。まあ、骨一個あるけど、もうこんなん続けたら死ぬぞ。あ、もういらないんだよこの壺みたいなやつ。この辺ないか、あったあったあった、緑だから。あー、もう外していく。緑だから落ち込んで、こことかにないか、この壺の中とか。あったあったあった、黄色黄色だから上だね、ここです。あとはあとはまた、もうなんでこんな怖いことしないといけないんだよ、任天堂のゲームでよ。デッドバイデイライトより怖いよ俺今やってんの。デッドバイデイライトがもうぶっちゃけ何も怖くないけど、これめちゃくちゃ怖いわもう。これデッドバイデイライトもう1400時間とかプレイ時間超えてますからね俺。だから全然怖くないんですけど、これはマジで怖いわ。オッケー、いけた。本当に怖いここ、このフロア。これで2つ目の関門突破ですかね。あとラストかな。
うん、これで行ってくれればいいけどな。うん、あと1個だね。あと1個で多分砂貯めて天井に登れるようになるんだと思います。行きましょう。あとラストエリアだけです。回復アイテムとかないか、この辺。回復アイテムとか潤沢にあって構わないからな、回復アイテムとか。ん？青いなんかあれあるけど、どこにはめるんだこれ。はめれそうなとことかないですよね。これ多分どっかにはめるよってことだと思うんですけど、まあ多分やり込みアイテム的な感じだと思うんですが。くそ、また敵か。こいつの倒し方は分かりました。あと最後のエリアですね、行きましょう。おそらく最後のエリアですね、行きましょう。なんだ、あー、ヘビか。ここはヘビですか。毒ガスに、何、針に、で最後ヘビか。やってくることがもう遠慮なしですね。あ、分かりました。砂をおそらく向こうに溜めるんだと思います。でスイッチを押せってことだと思います。1個ここにスイッチっぽいのがあるから、これ押せってことだと思いますよ。違う、なんだ次の恐怖は。なんだ、レーザー、レーザー反射してる、反射してる、反射してる、反射してる。何をやればいいんでしょうか。何やればいいんでしょうか。レーザー撃ってるね。お？お？何やんのこれ。なんかやらないとダメだ。ヘビどかして。何やればいいんだ。ヘビ全部倒せってことかな。ちょっと待って待って。わかんない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 。あ、これ天井が壊れるわ。まずい。天井が崩れる。どうすりゃいいんだ、どうすりゃいいんだ、どうすりゃいいんだ。破壊すりゃいいんか。まずい、壊される、壊される。くっそ。いや、マジで壊れるよ、これ。どう、何をやればいいのかだけ。何やる、何やる、何やる、何やる。天井が壊れちまう。いや、そ、そうなるわな。何やればいいのかさっぱわかんないわ。あの、なんか多分レーザー撃ってるやつを止めろみたいなことだと思うんですけど。いや、わかんなかったな、今の。これで一回復活はできるんですけど、何やればいいのかわかんないから、結局、同じですね。こんな繰り返ししても。ライト当てる？ライトで止める？いや、止まんないよね。いや、何やりゃいいんかわかんないんだよ。脱出の方法もわかんないし。いや、壊されちゃうんだよね、このままだったら。マジで何やりゃいいの俺。命だけ減ってくだけですよ、俺。どうすりゃいいんだ、どうすりゃいいんだ、何やりゃいいんだ。待て、聞いてみるか。本当にわかんないわ。ウィジ君、レーザーで鎖が焼き切られたら天井が落ちてきてしまうぞ。急いでレーザーを無効化するんじゃ。砂で道を作って発射口に登るんじゃ。他に何か用あるかな。冷静だな、お前。死にかけてんだけど、俺。発射口に俺登ったけど、さっきダメだったじゃん。ちょっと待ってね。俺、発射口に登ったけど、発射口に登ったけど、ダメだったじゃん。ダメだ。グイジ一発で吹き飛ばされるわ。あ、オッケーオッケー。倒した倒した。あ、衝撃波でやれるんだ。そうだ、衝撃波だ。わかった。ようやくわかりました。いや、でももう間に合わんな。もう間に合わんわ。いや、これ難しすぎるって。まあ、幸い、削るスピード、レーザーの威力は弱まっているので、こうですね。あともう一本。邪魔してきてるけど、もうこんな幽霊無視します。ここが、すごい登りにくいんですけど。です。はい、なんとかいけました。
す。とんでもないリアだった。めちゃくちゃ難しかった。こんな苦戦したゲーム久しぶりだわ。はい、オッケー。まあ久しぶりでもないな。しょっちゅう苦戦してんな、ドラクエとかで。もっと苦戦してるゲームあるな、よくよく考えたら。まあ、操作法がちょっとね、操作法というか攻略法が分からなかったから、そこで苦戦したっていう部分があるが、もっと難しいゲームやってんな、普段から。もうちょっと回復したいところではあるんですけど、まあもう行きましょう。いざとなったら骨買えばいいんで。あ、これで砂が溜まっていくから、これを登っていけば、いけそうですね。うん。どんどん砂で上がっていってるから、いけそうですね。これ以上ここにいたら窒息してしまいそうなんで行きましょう。よし、やっと地上に戻れたんじゃないですかね。地獄でしたわ、もう。もう雲、雲がいっぱい。地獄でしたわ。なんとか。ああ、もう。もう、とことんやらすんだね。俺に嫌なこと。ここ、なんだ、雲か。これは多分なんですけど、グイジと一緒に引っ張れってことじゃないかな。うん、グイジと一緒に引っ張れってことじゃないかな。違うか。違うわ。この奥にボスがいるってなってますね。よし、ボス戦の前に回復したいんだけどな。あ、わかった。火だね。火を使えってことだ。このトーチがあるから、これで火をつけて、やらせってことだね。OK です。この奥がボスですね。さっきのクレオパトラみたいなやつがいると思います。戻ってきましたよ。もう同じ手は食らわんぞ。まあ、こっちでやり合おうということが。いいだろう。言ってやろう。体力できるだけ回復しといて。お、なんだこれ。ん？なんだこれ。何のギミックかようわかんないですけど。うん、まあまあまあ、行きますか。ハートは、ちょっとあんまり心もとない感はあるが。ここですね。なるほど。ここを最後の場所に選んだってことですね。ルイージ、後ろ後ろ後ろ。こういうシーン多いね。こういうの多いね、ルイージ。背後に気をつけろ、ルイージ。うわうわん？ちょっととりあえず攻略を見極めよう。砂になってきて襲ってくるから、まあ避けるわな。避けます。そう、なんか使えそうなもんないか。あ、下げか。またこれ潜っ、ん？衝撃かか。かわして、とりあえず体力回復しよう。とりあえず体力全開にして、攻略法がとりあえずわかんないから、ヘビか。あちゃ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 あ、ここ、引っ張るみたいな。違うな。ライトだったんかな。こいつの攻略法がわかりました。こいつの攻略法は、できるだけ、内部までこの砂を吸収するんですよ。そしたら、中の、クレオパトラみたいなやつ出てくるから、それを攻撃するんだ。やっとわかったぞ。こうで、まあ、これ攻撃してくるから、まあ、これは避けますわな。避けて倒して、で、できるだけ、内部に
吸収を当てて、無理か。くそ、もういける。よし、でこれで出てくるから、この時にこっちの攻撃をかわして、でここでライト単発で当てて吸収だ。これでワンクールですね。これの繰り返しです。あとはよし、強いですねこいつ。でここもできる限り吸収して、でとりあえずまずヘビを出させることが重要かなと思います。なに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 、知らんわ、知らん。衝撃波でかわす、知らない技を打ってきた。とりあえず衝撃波は万能っすね、結構この砂相手には。これも衝撃波で避けます。衝撃波というかジャンプだな。でヘビが来るからヘビの攻撃避けて、おお吸収で、ここもできる限り吸収しので、まっ、あ逃げられたか。チャンス、だいぶ砂減ってきてるんでね。よし、姿現したんでこれでワンクールです。ここは確実に逃さずにダメージ与えないとダメですね。単発打ち吸収、よし、あと1回かな。死にかけてどん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 強くなっていってるから、攻略法が分かってしまえばこっちのもんですよ。ここも避けます。吸収、できるだけ吸収、またこれか。衝撃波じゃないんすか、衝撃波じゃないんですね、ないんですね。くそ、でヘビそろそろ多分出してくるので、抜けたか、突進かな。モルドラジークしてきて、これただひたすら吸う。でヘビの攻撃をかわして、吸収、くそ吸収してない、くそ、ちょっと逃しましたね今正気を。これも潰す、これは避ける。ああ、もうこのヘビの攻撃とりあえずかわさないとダメだ。痛い、もう今のやりようないじゃん、強いな。これ避けましょう、この後吸収。ヘビをねピヨらせないとダメなんですよね。だから適度に近づいてピヨらせ、この後狙われるんだよな、あれ避けれないんですよ2発目の。これでしょ、これ来ます。オッケーオッケーオッケー、ヘビ経由しないまま行けましたね。これ避けて、ここ確実にライト当てて吸収で、よし OK です。なんかあのヘビの攻略法がちょっと難しかったな、あの2発目の攻撃が避けれなかったので、1発目でなんかピヨらせないとダメだったんですけど、寸前でかわさないとダメなんですよ、ピヨらせるってことは。 OK 終わりました、11回ですね。いやなんかいろいろ難しかった、仕掛けも怖いしボスも強いし、とんでもないとこだったわ。もうさすがなんか最後の方になってきてるに当たって難易度がすごいことになってますね。はい、ということで、はい、もう終わったでしょ。はい、ということで、また次回、この11回かな、攻略していこうかなと
思います。ということで、また次回もよろしくお願いします。サイテーマンでした。ありがとうございました。